上海の豫園にやってきました。豫園というのはあのこう伝統家屋の、たくさんこうある一角なんですけども、はい、まあ、このような伝統の建物がですね、たくさんあるといったエリアです。お土産屋さんですとか、小籠包のお店とかたくさんありますね。金ピカのなんていうんですよね、どういう建物なのかちょっと漢字もよくわからないのでわかりませんが、まあ市場というにはちゃんとした基本お店が並んでるという感じですけどね、非常にこう雰囲気があります。歩くだけでも楽しめますね。それで美味しいものも食べて楽しみたいと思います。上海のドンファン民事を後ろに見ています。高層ビル群ですね。あの一番高いビルが上海タワーですね。昔のヨーロッパの国々が、ここに留まっていた時の建物と現代風の高層ビル、見応えありますね。この後ろに見える3つの高層ビルありますが、穴の開いてる方が森ビルです。でパークハイアットとか、まあ、ホテルが入ってるんですけども、真ん中のやつと後ろの穴開いてる森ビルありますが、森ビルが2番目に立ったんですね。真ん中にあるやつの次に。それで森ビルの方が高い建物だったようで、で中国もですね、威信をかけてそういった日本のビルよりもですね高いものをということで、上海タワーさらに高いものを建てたということです。早速登ってみたいと思います。上海の朝です。通勤ラッシュもちょっと、一段落ついてですね、いよいよ街に活気が出てきています。まだお店も閉まってるとこ多いんですが、今日は南京路という駅からこの歩行者天国を歩いて、ドンファン民衆を背にして逆のエリアに入ってきています。今日は一日観光です。世界最大級のスターバックスロースタリーですかね、スターバックスリザーブロースタリーに行って、カフェを注文してシャキッとして一日スタートさせたいと思っています。非常に歩くだけでも刺激的で面白いです。上海そろそろまた、観光に戻ろうかなと思います。すごいですね。コーヒー豆がパックされてますね。すごい楽しめる空間でした。コーヒー自体も豆厳選した豆ですから美味しかったですし、空間自体も面白くて、いつまででも入れちゃうような雰囲気ですね。
あとはお土産を最後にちょっと見て行きたいと思います。はい、タコ坊という場所にやってきました。古い町並み、入り組んだ路地のような町並みにですね、たくさんのお店が、並んでいます。個人のセレクトショップとか、味のあるお店がたくさん並んでいますね。はい、歩くだけでもやっぱりここも非常に楽しめる場所です。ザクロの絞りたてジュースをいただきたいと思います。一番ちっちゃいサイズで、13元ですね。まあ、なので200円ぐらいなのかな、300円しないぐらいですよね。絞りたてです。なかなかザクロの絞りたてジュースなんて、飲めないかなと思うんで、はい、セレクトしました。